すべてがうまくいっている 1% の人になるために、歯科医師、セラピスト、コーチとして6万人以上の方の悩みに寄り添ってきたベストセラー著者である井上博之さんが解明された45個の習慣をご紹介しています。順番にこだわらず、これならできそうだなぁと感じる項目からぜひ始めてみてください。5、うまくいっている 1% の人は、自信は自分で作っていくものと考えている。うまくいっていない 99% の人は、自信は他人が与えてくれるものと思っている。自信は他人が与えてくれるものではありません。自信は自分で自分を信じることです。たとえあまり根拠がなくても、勘違いでも、極論を言えば勝手に持てばいいもの、持ったもん勝ち、それが自信だということもできるでしょう。例えば自分が選ばれるのではないかと密かに期待していた新しいプロジェクトのチームリーダーに他の人が指名された時、やはり俺は評価されていないとがっかりするのではなく、俺にはもっと自分にふさわしい仕事があるはずだという捉え方をしてみる。好きな人に思い切って告白し、ごめん、他に好きな人がいるんだと振られてしまった時、もっと可愛く生まれていたらよかったのにと落ち込むのではなく、私のベストパートナーは彼じゃなかったのね、きっともっと素敵な出会いがあるから、その時のために自分を磨いておきなさいということなのかもしれないというような捉え方をする。こんな風に受け取り方をちょっと変えて、多少強引にでも自信を持つようにした方がずっといい結果になるのではないでしょうか。自信の素晴らしいところは、根拠のない自信でも実体のない自信でも、ちゃんと自分を支える力になることです。嘘から出た誠ではありませんが、根拠のない自信も次第に確かなものになり、やがて本物の自信になっていくはずです。 1% の人になるために、自信を持てない人の共通点に気づきましょう。6、うまくいっている 1% の人は、心の鏡の歪みをそのままにしておかない。うまくいっていない 99% の人は、間違ったセルフイメージを持っている。自信の対極にあるのがコンプレックス。自分は高校なのがコンプレックスだというネガティブな思いで、思考が完全にブロックされていると、いくら自信を持ちましょう、自信は根拠がなくても持てばいいんですよとお話ししても無駄。何を言っても耳に入っていかないのです。コンプレックスは出身校とか年収とか背格好といった具体的な事実ではなく、ただ自分はダメだと思い込んでいる状態。その正体は事実ではなく、自分勝手な思い込みに過ぎません。人は皆自分の心の中にある鏡に自分を映し出してみることで自分の像を捉えているのですが、この鏡が歪んでいると、自分勝手に自信を失ってコンプレックスに苦しむことになります。心の鏡の歪みは自分で気づいて自分で直していかなければなりません。
自分はダメだという思いが浮かびそうになったら、違う違う、私はちっともダメじゃないと強く思うようにしてください。実際に首を大きく振ったり声に出して言ったりしてください。ダメじゃない理由を考える必要はありません。ただ自分はちっともダメじゃないと言うだけでいいんです。これを繰り返しているうちに、気がつけば鏡の歪みはきれいに治っているはずです。 1% の人になるために歪んだセルフイメージを直しましょう。 7. うまくいっている 1% の人はコンプレックスは放置する。そうじゃない 99% の人はコンプレックスに執着する。コンプレックスは間違った思い込みであるだけではなく、ほとんどの場合実体がありません。以前私のクリニックに、技術的には申し分がない、でも話し方がとつとつとしていて患者様とのコミュニケーションがあまり得意とは言えないかもしれないというドクターがいました。どうしたら患者様ともっと上手にコミュニケーションができるようになるでしょうかと真剣に相談してきていたので、彼自身にコミュニケーションが不得意だという自覚があったのでしょう。でも実際はこのドクターを指名される患者様は非常に多かったのです。とつとつとした口調がかえって誠実な印象を与えていたようです。上手なこと、下手なこと、得意なこと、不得手なことは誰にでもあります。その度にコンプレックスに陥っていたのでは身が持ちません。コンプレックスは自信の対極だと言いましたが、自信とコンプレックスの根っこは同じだと見ることもできます。どちらも自分で勝手に持ったセルフイメージ。勝手に持っても自信は自信であるのと同じように、コンプレックスも自分で勝手にコンプレックスなんかないと思えばその途端に消えてしまうものです。それくらい根拠がない思い込みに振り回される必要はありませんよね。コンプレックスだと思っていることをあえて無視して行動してみてください。 1% の人になるためにコンプレックスイコール思い込みと考えましょう。さあ、今夜はここまでです。次回をどうぞお楽しみに。